どうもお疲れ様です。皆さん、キャンプこの夏しました？なんかそういえばソロキャンプって言われる一人キャンプを経験する人ってここ5年ぐらいで増えたような気がしますけども、大半の方はね、1回2回やってみたらもういっかみたいになって、結構手間がかかるのと思ったよりも費用がかかることに、まあちょっとね、ヘキヘキしたのかなっていう気もしないでもないんですよ。で、今回は一人キャンプ、ソロキャンプがね、どのような末路をたどったのか、そしてそこから拡大した事業、グランピングですよね。今ご覧いただいている画像、グランピングの一例を検索して出しているものなんですけども、結構こういわゆる映えるってやつでね、これに憧れてグランピングをされた方もいるんじゃないかなと思うんですよ。で、そもそもこのグランピングっていうのはね、一人キャンプに面倒なテントを張ったりとか、テントの中に虫が来たりとか、それからキャンプのね、火を沸かすのが大変だからっていうので、いろんなことをこっちで一切合切やりますよと、お肉も野菜も持ってこなくていいですよと、あなたの体一つで来てくださいねっていう形で始めた事業がこのグランピングなんですよ。だから爆発的に人気を博して、それからね、補助金も結構出たんですよね。だから数千万とか6000万ぐらい、グランピングっていう事業に対して補助金が出て、それによってグランピング事業を始めた方も多いと思うんですけども、このね、グランピングっていうのが結構ね、くせ者で、今後、まあ、5年から10年で次々と倒産して一気にかそっていくと思うんですよ。で、今日はグランピングの話をしちゃうわけじゃないんですけども、ちょびっとだけするとね、このグランピングのドームとかテントって耐用年数大体5年ぐらいなんですよ。で、そうなると赤字のところはこれに新しい追加投資をして事業延長はできないですし、黒字なところであってもこのテントをね、張り替えるのに数百万から、多い時でやっぱり数千万とかかかってくるんですよね。つまりグランピング事業を始めた時と同じ再投資が必要になってくるんですよ。そうなると利益が出てるうちにやめようかみたいになって、結果グランピングってのはこれからね、まあ去っていくのかなって気がするんですよ。それから一人キャンプです。まあソロキャンプみたいなね、言い方もしますし、なんかアニメもあったんで、もしかしたらまだね、今年の夏一人キャンプソロキャンプされた方がいるかもしれませんけども、はっきり言って最初の頃のモチベーションはもうないんじゃないかなと思うんですよ。でね、ここ5年のソロキャンプ実行件数の推移についてちょっと考えてみたんですけども、だいたいソロキャンプがなんで流行ったかっていうと、コロナ禍で他にやることがない、密はダメ、集まり合うなってことでそのブームに乗っただけなんで、当然ブームが去れば他の娯楽がフリーにできるようになりますんで、ソロキャンプ以上に楽しい娯楽にやっぱり戻っていきますよね。で、結局居酒屋にビール持って集まる人ってのを戻ってきてますし、まあ宴会やビアホール、それからお見合いデートみたいなね、そんなのも元通りになっちゃったわけですよ。じゃあどっからそういった人が戻ってきたかっていうと、ソロキャンプに一時期行ってた人がやっぱりなってことで元通りの娯楽に戻ってきたんですよね。だから完全に今ね、ピークアウトしちゃって、ソロキャンプってのはなかなか聞かれなくなったんじゃないかなと思うんですよ。で、正確な数値を把握することは困難なんですけども、各地でソロキャンプ用の会場が閉店したりね、それから稼働率については平日が 20%、 土日とか祝日みたいな時でも 60% がいいところで、どんなにいいところでも 70%、 つまり経費が出るか出ないかっていうところばかりになってきたんですよね。で、大半のところが赤字でやってます。その事業を始めた人はもうすでに出口戦略を求めて買い手を求めてる場合もあるんですよ。まあそんな感じでね、ブームに乗るってことは大事なんですけども、同時にブームが去った後にどうするってことも考えておかなくちゃいけないのかなってところでした。はい、皆さん、ソロキャンプブーム、グランピングブーム去った後、次はどんな娯楽が来るでしょうか。根強いファンってのはね、今回を機にまた残るでしょうけども、でも多くの方はワンシーズン 2,3 度経験したら、結構もうね、新品の道具を倉庫に入れていつかやろうかなぐらいになっちゃってるんじゃないかなと思います。じゃあ今回は以上です。グランピング、ソロキャンプ、いってらっしゃい。